ロールキャストとピックアップレイダウンができるようになったら次のステップに移りましょう。それはフォルスキャストです。フォルスキャストっていうのはラインを空中に行ったり来たりさせることでより長いラインを出すことができて長い距離をキャストすることができます。またドライフライといって水に浮く毛針を使う釣りなどではフォルスキャストをしてフライを乾かしたりすることもできます。それではまずフライラインを出します。だいたい手元からロッド1本、2本、3本分の長さを出してください。そしたら始めましょう。ロッドを倒しすぎないように10時から2時で動かしましょう。決してこのように振るという意識を持ってフォルスキャストをするのではなく スムーズにロッドを動かす意識で行ってください。この時に気をつけるのは初速をゆっくり、そして最終速を速くということです。感覚的には金槌で釘をボンボンと叩くように動かしてください。もう一つ肝心なのはストップ、竿をカチッと確実に止めるということです。しっかりと竿を止めてあげることが大切です。急激な力が入ってしまうとこのようにループの上側のラインが下側に降りてきてしまいます。でこのことによってリーダーやフライが絡まってしまったり、またはフライが竿に当たってしまったり、そういうトラブルになります。なのでこのトラブルを避けるために必ず初速をゆっくり、そしてスムーズにロッドを動かす意識で行ってください。